香川県立三本松高等学校は、香川県東香川市三本松に所在する公立の高等学校。通称は、三高。1900年創立の香川県高松、中学校大川文校を前身とし、県内では、高松高校、丸亀高校に次ぐ伝統校である。卒業生は2万人を超える。毎年4月26日の創立記念日に、 トラマル山に登山して帰港する、全校程約1 2トルの伝統行事である、トラマル登山が行われる。2003年6月5日に、文部科学省、スーパーサイエンスハイスクール指定される。2006年4月1日に再指定される。2012年3月31日に、文部科学省、スーパーサイエンスハイスクール指定終了する。なお、引田文校に関しては、 高心の香川県立大川東高等学校を参照のこと。1年生に3年生理数科は2年生から3年生に進級する際のクラス替えは行われない。学校休みの土曜日には小学校に出向いて地域の子どもたちに理科の実験を公開している。普通科国際コースの2年生が授業の一環としてあらかじめ授業等で準備をして小学校へ行き、児童に 英語のクイズを出題するなどの触れ合いをする活動。三本松高校、農業法人、香川大学、地域の皆様、様々な人が協力し合い、一つの食堂を作る、参考みんなの食堂プロジェクトとして2020年に本格的に指導した三本松高校の食堂。SDGs や地産地消、食品ロスを減らす取り組みをしつつ、昼食の弁当やおにぎり、 季節限定商品、体育祭弁当、近くの焼肉店とコラボした弁当などを販売している。また、餅つきなどのイベントを開催している。インスタグラムでは食堂の様子や毎週の献立を発信している。三本松高校の生徒は希望性でそのプロジェクトに参加することができる。また、地域で取れた食材の販売も行っている。ありがとうございます。